こんにちは、オーメンズイレブンです。現在私は千葉県の幕張にあるホテルにいます。明日、私の念願であったディズニーシーに行きます。それにしても大きなアパホテルだ。数ヶ月前に予約していたとはいえ、ツインで一人3000円、衝撃的な規模だ。本日は幕張で大きな音楽フェスが開催されており、そのイベントに向かう人々で辺りは賑わっていた。今日は下見がてら初めてイクスピアリに行く。人生初イクスピアリ、ここで軽く一杯飲もうか。いい雰囲気だ。歩いているだけで楽しめる。中途半端な時間になってしまったので晩飯も兼ねて食べることにした。メインイベント前日の飲みほど楽しい時間はない。酒を片手に明日の予定を立てたりして想像を膨らませる。気がつけばいつも一杯のつもりが、3杯、4杯と調子に乗ってしまう。さて、さすがにそろそろ帰ろう。音楽フェスでにぎわっていた駅周辺も明日に備えて帰路をたどる人々で少し寂しげな様子だ。ホテルのコンビニで酒や食料の調達をさせ、寝る前に部屋で一杯だけ飲むことにした。この時間もまた至福の時間だ。飲みすぎないように気をつけよう。朝だ。飲みすぎた。二日酔いがひどい。俺はバカなのか。今日という日を台無しにする気か。助けを求めるかのようにしじみ汁にお湯を注ぐ。いつからか旅に欠かせない必須アイテムとなった。準備を済ませ足早にホテルの部屋を出る。
ホテルを出た直後、お腹の違和感に気づき、緊急事態。ちょうど運よく、駅前にあったアウトレットの開店時間だった。私は人目をはばからず、トイレへ直行した。ズボンを下げたと同時に爆発した。いや、むしろあいつの方が若干早かった。なんとか危機を乗り越え、舞浜駅へ向かった。先頭に座りたがっていた子供たちとの争いに勝利し、無事先頭の席に座ることができた。何歳になっても先頭席は興奮するものだ。怪しいものを入れてるわけでもないのに、荷物チェックはなぜか緊張する。ようこそ夢の国へ。この地球儀で撮影の時間を費やしていたら、一匹の犬が現れた。こっちを向いてくれないだろうか。ネズミも現れた。彼の場合は順番待ちだ。常に人が近くにいるため、まともに撮影ができなかった。今日の最大の目的は、ディズニーシーでお酒を飲むことだ。キャラクターとの撮影会や、ファストパス管理、アトラクションでの待ち時間などで、大きなストレスを抱えたくないのだ。むしろ、アトラクションなど乗らなくていいのだ。そう、アトラクションは絶対に乗らない。そう決めた私たちは、早速一杯目の酒を求めて歩いた。その途中、セントラル・オブ・ザ・ドゥアースがあった。ディズニーシーの中でも、トップ人気のアトラクションだ。乗ることはないが、記念にファストパスだけ出してみたかった。少し歩いて、体調を整えた後、一軒目のレストランに到着。さあ、始まりだ。二日酔いの影響もなく、ピザもビールも美味しくいただいた。それよりも、BGM が権利関係で引っかかるのではないかと、撮影するたびにヒヤヒヤする。ボート、乗ってみたいな。ボートはアトラクションに含まないことにした。バナナをおやつに含まないのと同じことだ。しまーす。ありがとうございまーす。さあ、そしてまた先頭に座ることができた。なかなか楽しいではないか。最後にお兄さんが歌ってくれたらしい。さて、2杯目を飲みに行くか。
すれ違う人々、みんな笑顔だ。不快な表情をしている人は一人もいない。四輪ジョーンズか。これも乗らないが、チケットだけは取っておこう。私がチケットを取ることに苦戦したため、今日初めて不快な表情を後ろに並んでいた人から見ることになった。では2軒目のレストランだ。ディズニーシーといえばチキンレッグ、そして店ごとで違うカクテル。酒が入り少し眠くなってきた。だいぶゆっくりしているため、すでに午後2時だ。天気もかなり良く、眠気がさらに押し寄せる。そんな我々が選んだ苦肉の策が、セントラル・オブ・ザ・アース。これしかない。早速ルールを破ってしまった。というより、このルールに何の意味があるのか話し合いの末、意味がないことに気づいたのだ。中は撮影できないので、ここまでだ。行ってきます。ただいま。急加速から外へ飛び出す瞬間が感動ものだ。そしてその瞬間の写真を探したが見当たらない。てっきり飛び出す瞬間に写真を撮られると思い、全力で顔の穴という穴を広げた自分が恥ずかしい。ユニチュアーズの時間も迫ってきた。さすがにファストパス分は乗ることに決めた。道中でもう一枚獲得。ユニチュアーズ。ファストパスのおかげで全く待たずに乗れた。私が子供の頃にこんな便利なものはなかった。そもそもディズニーシー自体なかった。それにしても暑い。次の酒を飲むまで少し雰囲気を楽しもう。だんだん暗くなってきた。レストランごとにアルコールの種類が違うので、一杯一杯どうしても時間が空いてしまう。カクテルをテイクアウトして、また違うレストランへと向かう。カクテルビア。甘みと苦みがぶつかり合う。何軒飲み歩いただろうか。夜の水上ショーが始まるまでもう一軒だけ行ってみることにした。
ヘドルスバルワンチ。店内は若い方も多く賑わっていた。最後はスタウト。この時間ももうそろそろ終わりか。店を出よう。夜のディズニーシーの雰囲気は感動する。ぼーっと遠くを眺めているだけでいい。いろんな出会いや、そして別れ。過ぎていく時間、増えていく経験。あの時は若かったねなんて思い出話。いつか笑顔でできたらいいなって思っていた。それが今なのかな。今もあの頃と何も変わらない。また夢を追いかけてもいいですか。またあなたを不安にさせてしまうんでしょうか。ショーが終わると同時に夢から覚めた人々は現実の世界へと帰る。私もそろそろ夢から覚めるか。さあ次はどこへ行こうか。ずっと俺変顔の準備してて全然怖さ味わえず終わったわ。